狐のお社。これは神社かしら。声をかけられて我に帰った。ええ、そう、みたいですね。目の前には粘土で作った神社があった。いや、神社というより小さなお社。ああ、そうだ。これはきっと、お稲荷さんだ。ああ、お稲荷さんです、多分。あら、そうなのね。とてもよくできているわ。美術教師は自分のことのように嬉しそうに笑ってみせた。ありがとうございます。どこか上の空で返事をすると、改めて自分が作り上げたものに向き合った。お稲荷さんだ。小さなお社にお賽銭箱があり、鳥居も細部まできちんと作り込まれている。粘土であるから多少曲がったり歪んでしまっているけれど、総じてなかなかの出来栄えだ。お社の屋根は細かく瓦が掘られているし、お賽銭箱にはちゃんと銭を入れるための空洞がある。わあ、すごい。なんて言うんだっけ。ジオラマみたいだね。今度は同じ美術部のアンナが覗き込んできた。放課後の美術室にいるのは10人ほどの美術部員ばかりで、皆気心の知れた仲だった。特に同じく高校3年生のアンナとは、郊外でも一緒に過ごすほど仲がいい。うん、ありがとう。私が作った。そう、私が作ったのだ。紛れもなく。ただ、作っている時の記憶がない。とはいえ、それは私にとってさほど珍しいことではない。集中しすぎると記憶が飛ぶ。矛盾しているように聞こえるが、私にはたまにあることだ。例えば、無心になって絵を描いていると、筆先に意識が集中し、他のすべてが消えるのだ。音も、時間も、人の気配も、外界のすべてと切り離され、何もない空間に私のキャンバスだけが浮いている。いや、私すらいない。あるのは筆先とキャンバスだけで、その時の私は呼吸すら忘れていることもありそうだ。そんな風に、深く深く集中した後は、ふと我に返った瞬間に自分が何をしていたのか理解できないことがある。突然に人の声や窓の外の鳥の鳴き声、チャイムの音、歓声、廊下を走る靴音と、大量の情報が流れ込み、私の頭はショートする。世界はとても騒がしい。静寂の中にいた私には、めまいがしそうなほど情報量が多いのだ。だから私は世界に馴染むまでの間、記憶喪失のような状態になる。けれど今回は少しばかり勝手が異なった。これは社、お稲荷さんだ。でも今日に限っては自分が何を思い、何を考えながらこれを作ったのか、どうにも浮かんでこないのだ。普段ならば、我に返ってしばらくすれば、じわじわと思い出すものだ。なのに、今日は、頭の空白が埋まらない。どうしたの？いつまでも難しい顔をしていたせいだろう。アンナが首をかしげている。またいつもの、よく覚えていない間にできてたパターンなんだけどね。またなの？いいなぁ、羨ましい。私はさ、すっごいごちゃごちゃ悩んで、頭でばっか考えて、
うんうんうなってるのに。それも羨ましいよ。私はいっつも勢い任せで、出来上がるまで何になるかわからないんだもん。それで、なんでそんな難しそうな顔をしてるの？アンナちゃん、鳥って書ける？鳥？柱が2本で、横の柱も2本で、あれ？上から2本目の柱って、縦の柱と貫通してたっけ？してるみたい。つい今しがた作った粘土の鳥居を指さして言うと、アンナも改めて覗き込んできた。ああ、そっか。横の柱の間にもう一本短い縦の柱があるんだった。多分鳥居って種類がたくさんあるから、これ以外の鳥居もあるんだろうけど。でもね、私、今この場で紙を出して鳥居を描こうとしたら、アンナちゃんみたいに二本とも貫通してたっけ、とか、悩むと思うんだよね。鳥居なんて何度も見てるはずなのに、案外覚えてないっていうか。だからそんな顔してたのか。私はうなずいた。そうなのだ。私が作ったはずなのに、今の私にはこんな風に鳥居を再現できる自信がない。じゃあどうして無意識の自分には作れたのだろう。私がうんうんうなっていれば、きっとあれじゃないとアンナが助け舟を出してきた。人間ってさ、本当は見たものを全部記憶できてるけど、思い出そうとするとぼやけるって言うじゃん。超集中している間には脳が活性化して思い出したのかもよ。そんな能力あるなら期末試験で発揮したい。大きくため息を吐き出すと、アンナは楽しそうに笑い出す。でもさ、すごいよこれ。なんていうか、ご利益がありそう。せっかくだから何かお願いしてみようかな。ないないない。ご利益なんてないって。だって私が作ったんだよ。何を言うか。すべての神は人が作りたもう存在ぞ。アンナはひどくセリフじみた声で言う。よかろう。ならば祈るがいい。私もおどけで言葉を返すと、アンナは身に余る光栄とかしこまってお辞儀する。んじゃあ遠慮なく。何にしようかな。あ、そうだ。雪。週末にいっぱい雪降らないかな。え？やだ。寒いじゃん。だってさ、スキー教室だよ。今年は雪が少ないから無理かもって言われてるんだよ。ちゃんと降ってほしいじゃん。はいはい。それじゃあ私も一緒にお願いするね。神様神様、何とぞ雪を降らせたもん。何とぞ雪を降らせたもん。パンパンと手を叩いた瞬間に、シャランと鈴の音のような音がした。慌てて周囲を見てみても、それらしきものは見当たらない。なんだろう。いちいち腑に落ちないものの、それ以上考えるのをやめにした。降ったね。ていうか、ちょっと降りすぎ。週末の天気予報の晴れマークは、すべて雪だるまに書き換えられた。まぐれだと思うけど、こんなに降ると、ちょっと怖いね。お賽銭入れておこうかな。確かお願い事を叶えてもらった後でもよかったんだよね。大げさだよ、と笑おうと思ったけれど、なぜか私にはできなかった。自分で作ったはずのものにご利益があるなんて本気で信じているわけじゃない。それでも、おろそかにしてはいけないと思うのは、日本人特有の
八百万の神様に対してのふんわりと身についた感性だ。自分で作ったものであっても、人形を粗末に扱えないのとよく似ている。これは社の形をしているから、粗末にしてはダメなのだ。しばらくお供えしておいて、後でおやつ代にしようよ。それ最高。ひとまずは当たり障りのない案を出して、二人して百円玉を賽銭箱に乗せて置いておくことにした。それで、終わり。ちょっと不思議な話で、終わりになると思ったのだ。お賽銭が増えているのに気がついたのは、翌週の水曜日のことだった。賽銭箱の上には、百円玉と、飴玉が数個乗っている。美術部員の後輩たちに聞いてみれば、自分とアンナが願掛けをしていたのを見ていた部員が、我も我もと試したのだと判明した。本当に叶ったんだよ。びっくりした。絶対無理だと思ってたコンサートのチケットが取れたの。私も、握手会の抽選券取れたんだよ。私とアンナは思わず顔を見合わせた。本気で言ってるの？本気ですよ。もう先輩様々だなって話してて。先輩にも貢ぎ物しないとって言ってたんですよ。願いが叶うのはいいことだ。けれど座りが悪いのはなぜだろう。気安く奇跡が振りまかれたから。いや、大丈夫。きっとこれは偶然だ。その話、美術部員以外にもした？してないですよ。後輩は慌ててかぶり振る。そうして互いに顔を見合わせると、少し後ろめだそうに間が空いた。だって、なんていうか。願い事って、ブッキングしちゃうかもしれないし。ほら、もしかして、正反対の願い事をする人もいるかもしれないし。ああ、なるほど。つまりこういうことなのだろう。あるアーティストのコンサートのチケットを取りたいと願ったとして、それが一人なら叶っても、10人になったらわからない。あるいは、明日が晴れろと願うのと、明日は雨になれと願うのと、相反した願い事がぶつかり合えば、どう転ぶかわからなくなってしまう。なら、まだいいけど、うちの部員以外には話さないでね。はーい。後輩たちの返事は、綺麗にみんな重なった。それからもお供え物は少しずつ確実に増えていった。美術部は部室棟に一つ部屋を持っている。この学校では部室棟に部屋があるのは運動部が多かったが、美術部は荷物も多く、そして着替えも多いのだ。油絵を描くならば制服を汚さないのは至難の業だし、陶芸も同じく着替えが必須になってくる。そんなことから一室を割り当ててもらえたのだ。部室棟の部屋にはロッカーが並んでおり、壁際は OB のものを含めたキャンバスが立てかけられている。それにあちこち穴の開いたソファーとテーブルが一つ置かれていた。そのロッカーのうちの一つがお社専用のものになり、今では覗くたびにお菓子や小銭で中が溢れかえっている。最近ではゲームセンターで取ってくるような手のひらサイズの人形や、お菓子もチロルチョコやキャンディーなど安価なものだけではなくなった。大丈夫だろうか。少し不安になってくる。後輩たちは毎日、毎日願い事を告げに来ているようだった。小テストで山が当たりますように。
ダイエットに成功しますように。宿題忘れたので、授業が中止になりますように。人は貧欲で、そして怠惰な生き物だ。手を合わせ、貢ぎ物を捧げるだけで自分の願いが叶うならば、だんだんと努力をしなくなっていく。後輩たちは勉強をサボるようになり、部室に来てもおしゃべりをして過ごす姿が目立ってきた。何より恐ろしかったのは、授業の中止を願った結果、その担任が早退したと耳に入った時だった。おかしい。なんだかおかしい。仮にもし、本当に神様がいるとして、誰かの願いを叶えるために、他の人間の不幸をためらわないならば、それは果たして、いい神様だと言えるだろうか。早退した先生は、家族が急病だと聞いている。たかだか、宿題を忘れただけ。それだけで、誰かを病気にするなんて、それは願いと結果の釣り合いが取れていないだろう。ねえ、悪いけど、あのお社は片付けるね。意を決して切り出すと、後輩たちは飛び上がって驚いた。なんでですか？そんなのダメです。あれはすごいんですよ。先輩をもっと誇りに思ってください。いっそ不気味だと思うほど、後輩たちは必死にすがりついてきた。気持ちはわかるけど、ほら、なんていうか、この間先生のご家族も病気になったって聞いたし。それは、たまたまですよ。それに私、ちゃんと対価も払ってるし。そうですよ、先輩。私たち、ちゃんとお供えしてるんですよ。足りないって言われた時は、追加でもっとお供えしてるし。待って、足りないって言われたって、どういうこと？私が慌てて問いただすと、後輩はもごもごと押し黙る。どこか、怯えたようにも見えた。それでも踏み込んで問いただすと、なんとか続きを聞き出せた。足りないって言われたっていうか、なんだかそんな感じがしたんです。最初は気のせいかなって思ったんだけど、足りないって言われてる気がしてきて。それでも無視してたら、彫刻刀で指をざっくり切ったんです。だから、やっぱり足りないって怒ってるんじゃないかって。呆れて物も言えなかった。確かに後輩のうちの一人が数日前に彫刻刀で指を切ったのは知っている。だからといって、お供え物をどんどん増やして、それでもお願い事をするなんて、どう考えても変だった。とにかく、このお社はもうダメ。私が作ったものだから、私が責任持って片付けます。そう言って、お社に近づくと、後輩の一人が慌てて進路を遮った。ダメです。やめてください。どうしても片付けるって言うなら、私その前にお願いしますよ。先輩が私たちに意地悪できなくなるようにって、お願いしちゃいますよ。何を言ってるかわかってるの？さらに一歩踏み出したところで、アンナが間に割り込んだ。やめときなよ。いいじゃんもう。好きにさせなよ。神頼みでしか何もできなくなっちゃったんだもん。仕方ないよ。それは私が。確かにあんたが作ったものだけどさ。でも、どうするか決めるのは本人だよ。だから、帰ろ。アンナの視線は真剣で、私は仕方なしにうなずいた。確かに、アンナの言う通りだ。
後輩たちは部室に来ても端の方に固まってひそひそと小声で話している。よく思い出してみれば、それを注意した美術部の担任は先週から風邪で休暇を取っていた。もしかしてそれはあの子たちがお願いをした結果なのかもしれなかった。以前は可愛い子たちだった。美術部はみんな仲がいい。好きなアニメやゲームの話をみんなで楽しく喋ったし、漫画を貸し合うこともある。けれど今はお互いの会話もあまりなくなってしまっている。私が親城を作ったから。じくじくと胸が痛んだが、アンナの言う通り、結果を決めるのは自分自身だ。後輩たちが自分で選んだのだ。それでも私はできるだけ見捨てたくないと思ったのだ。だからってなんで一人で来ようと思ったのか。すっかり日の落ちた部室棟の廊下を歩きながら、私は後悔でいっぱいだった。お社を片付けなくてはいけない。そしてそれは後輩たちがいない時を狙う必要があった。部室棟の部屋の鍵は3年生である自分かアンナが管理している。普段は美術部の担任に返しているのだが、その担任が病欠中であるゆえに返却せずにいたのだった。何かの大会が近いのか、バレー部は残っているようで、体育館から声がする。それでも部室棟が薄暗く、不気味なのは変わりない。噂によれば、再来年には建て替えが行われ、4階建ての立派な建物になるらしい。1階は柔道部や剣道部が使用できる道場で、2、3階が部室棟、4階はプールができるのだと聞いている。けれど今は、部室棟は、築30年以上のオンボロで、ほとんどプレハブ小屋なのだ。体育館との細い隙間にある廊下は暗く、あちこち錆びた廊下の壁は夕闇が迫るほどに不気味だった。鍵を回して扉を開ける。ギーときしんだ音は、爪で壁を引っかくような耳に残る音がした。大丈夫。大丈夫。私が作ったものだから、怖くない。小声で唱えながら、手探りで電気のスイッチをオンにする。蛍光灯は2度3度瞬いてから点灯するが、それはいつもよりひどく頼りない明るさだ。普段は気にならない窓際の肖像画が、今は不気味に見えてくる。大丈夫、大丈夫。怖くない、怖くない。そっと足音を殺して歩き出す。ロッカーまではほんの少し、10歩すらかからない距離だった。取っ手を掴んでそっと開ける。中を覗き込んでみれば、そこはほんの数日前よりさらに混沌を極めていた。大量のお菓子やぬいぐるみ、それらはぎっしりと詰め込まれ、開けただけで転がり出して落下する。それだけじゃない。お札、お守り、そんなものがロッカーの内側に貼られている。異様だった。だってこれは到底お供え物とは思えない。これはまるで何か悪いものを閉じ込めようとするような、そんなありさまではなかろうか。パチパチと、かすかな音がした。なんだろう。見上げれば、電灯が点滅。そうして、わずかに何度か瞬くと、不意に、ふつりと、明かりが消えた。なんで？落ち着こう。たかだか蛍光灯が切れただけ。きっと寿命だったのだ。
だから、きっと。その瞬間、シャラン、と鈴の音がした。心臓がギュッと握られたように縮こまり、呼吸が早く浅くなる。シャラン、シャラン。それは、鈴を揺らす音だ。私は怯えて半歩下がる。シャラン、シャラン。音は、ますます大きくなる。そして鈴の音に呼ばれるように、白い何かが、ぬらりと、鳥居から現れた。指、白い指。細くて白い、美しい指。それが小さな鳥居の合間から、じわり、じわりと生えてくる。指で地面を這うように、五本の指がカリカリと地面を引っかきながら、鳥居の隙間から生えてくる。そんなはずはない。鳥居の先には何もないのに、手首だけが出てくるなんてありえない。ない、ない、ない。こんなことはありえない。だがそれは手首まで這い出ると、ずるりと腕を伸ばして、私の制服を捕まえた。離して。声が出た。小さく震えた、頼りない声。それでも何度か指を振りほどき、ドアに向かって走り出す。だが無情にも、バタンと大きな音を響かせて、ドアは目と鼻の先で閉じられた。ドアノブを乱暴に回しても、扉は凍りついたように動かない。すがりついて、両手でドアを叩いても、助けて、と声を張り上げても開かない。シャン、シャン、シャリン、と鈴の音がますます大きくなっていく。何かが張っている音もする。すぐそばに、すぐ後ろに、あの白い手が私を捕まえようと迫ってくる。バタン、と不意にドアが開いた。眩しいライトが飛び込んで、視界を真っ白に染め上げる。どうした？何かあったのか？光が何とか目に馴染むと、そこにいたのは事務員をしているおじいさんだった。もうずっと長い間、誰よりも長い間、この学校に勤めているのだと聞いている。まるで主みたいなおじいさんだ。おやしろから何か出てきて。私は、わっと泣き出して、その場にべしゃりとしゃがみ込んだ。昔はこの敷地内に、お稲荷さんがあったんだよ。事務室で、温かなお茶を入れてもらい、ようやく一息吐き出した。おじいさんは私の話を笑うどころか、さもありなんと言った顔で、昔話を始めたのだ。何でも願い事を叶えてくれるなんて言われててね。受験の時期なんてお供え物で溢れかえって大変だった。学校の隅っこにあって、周りには小さな竹林もあったものだから、隠れてタバコを吸う生徒なんかも多くてね。教師の間ではあまり評判が良くなかったんだ。だから、学校を改築する際に取り壊されてしまったのだそうだ。きっと寂しくなって、それで何度か戻ってこようとしたのだろう。その結果、私に取り付いて、社を作らせたのではなかろうか。おじいさんは、穏やかに語ってくれた。悪い神様じゃないんだよ。ただね、神様には人の願いの良し悪しなんてわからない。だから願い事をする人間の方が、
ちゃんと自分の心と向かい合わなくちゃダメなんだ。でも、私の後輩たちは、たくさんお願い事をして、きっと怒らせてしまったんです。お供え物が足りないって怒られたって言ってました。そう言うと、おじいさんが顔を上げて笑ってみせた。いや、そりゃ違う。そんな傲慢な神様じゃないよ。ただあんたたちが勘違いをしているだけだ。何せ相手はお稲荷さんだ。ちゃんと考えてお供え物をしていたかい？え？お稲荷さんが喜ぶと言ったら油揚げだ。だから昔の先生たちは大層困っていたんだよ。お社の周りに油揚げが散乱してたんだ。片付けるのも一苦労だったというわけさ。油揚げ。がっくりと脱力しそうになる。油揚げ。まさかそんなものが欲しかっただなんて、まるで思いもしなかった。それじゃあ、油揚げをお供えすれば大丈夫なんですか？ああ、大丈夫だ。わかりました。ありがとうございます。お願いがあるんですが。次の日、私は後輩たちを呼び出して、しっかり向き合って話し合った。お供え物には油揚げを出せばよいこと。そしてちゃんとお礼をしたら、今後は神頼みを控えること。きっと私の知らないところで、後輩たちも恐ろしい目に遭ってしまっていたのだろう。それで抜け出せなくなっていた。正しいお供えをしなくては、もっと怖い目に遭わせるぞと、脅されていたのだと、後輩たちは泣き出した。事務員のおじいさんが言う通り、お稲荷さんに悪気はなかったのだろう。ただ神様のやることが、人間には少しばかり、刺激が強すぎただけなのだ。これから油揚げを買いに行ってお供えをしたら、このお社は片付けます。わかりました。と今度は後輩たちもうなずいた。後輩たちにはお焚き上げをしてもらうと話したが、実際には事務員のおじいさんにお願いしてひっそり管理してもらうことになっている。だってあの神様は随分と寂しく過ごしていたらしい。それにあのおじいさんならば、きっとうまくやってくれるだろう。それなら、いいですよね。お社に手を合わせて尋ねると、シャラリン、と鈴が転がる音がした。